龍祭肝人正積みが、強化百物語より、竜頭竜頭、竜頭、竜頭とは、日本各地に伝わる開花。主に海中より出現するもので、海上に浮かんだ後に、いくつもの火が連なったり、海岸の木などに止まるとされる。主に竜人の住みかと言われる海や、河川の淵から現れる開花であり、竜人の灯す火の意味で、竜頭と呼ばれ、神聖視されている。 呂章性が両国33署名書図に描かれた竜頭松。竜頭の灯った松の木を描いたものとされる他に、竜頭の灯るとされる松や杉の伝承も日本各地に存在し、これらは竜人が自社に進化を剣じていると言われているが、さらに方熊楠は中国やインドにも同様の伝承があることを報告している。柳田国は竜頭は、 水辺の開花を意味する漢語で、日本において自然の発火現象を説明するために、これを竜人が特定の記述に、特定の松や杉に等価を剣じるという伝説が発生したとし、その記述が多く、ソレイを迎えて、これを祭り再び送り出す記述と一致することから、この伝説の起源は現世を訪れるソレイを迎えるために、その目印として高木の小に掲げた灯下であろうととき、 さらに詐欺帳や柱松も同じ思想を持つものと説く。この説に反論する形で、クマグ楠は、流淡伝説の起源はインドにあり、自然の発火現象を人心を消えセシメントした僧侶が神秘であると説くようになって、後には人工的にこれを発生させる方法も編み出したが、それが海中から現れ空中に漂う海化を、 流人の投下とする伝承があった中国に伝わって集合し、さらに中国に渡った僧侶によって日本に伝来、同様の現象を説明するようになったものであるとし、また詐欺帳や柱松は加熱の力で共済を避けるもの、流棟は火の光を宗教的に説明したもので、熱と光という火に期待する紅葉をことにした宗族であると説く。ありがとうございます。